皆さんどうも、ご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。シリアルエクスペリメンツレインパート4、続きをプレイしていきたいと思います。はい、レインが気になりすぎてまたまた連続でプレイしてしまいました本日からレインの日記が見れるということで非常に楽しみにしておりました。早速レインの日記を見ていきたいと思います。ありました、こちらですね。それでは見ていきたいと思います。日記？何書こう。私のことなんか何を書くの？今日は朝起きて学校に行って、授業を受けて、放課後に東子先生のところに行ってお話しして帰ってきて、日記をつけることが私のためにいいって言われたから。誰に言うわけでもないし、何を書いたらいいのかもわからない。とりあえず、ご飯を食べて、テレビを見て、お父さんとお話しして、それからお風呂に入って、今日記を書いている。あ、読み返すと恥ずかしい。なんか日記って苦手かもしれない。やめたい。とうこさんから赤いダイアリーをもらってましたね。これは、よく見るまで気づきませんでした。すごい。でもレインは日記をあんまりことに戸惑ってましたね。今日で何回目だったかな、レインのカウンセリングは。時々幻覚らしいものは見るみたいだけど、あまり進展はない。幻覚を見たりするのは本人にとってとても辛いことなんだろうと思うけれど、決して暗い性格の子ではないはずなのに、学校で嫌な目にでも遭ってるのかしら。でも母親が言うには学校でのいじめはないって聞いてるし、レインは学校の話題を出すと口数が減ってしまうし、今度、レインの学校の友達に様子を聞いた方がいいかもしれない。私の小さい頃のいじめと今のいじめはかなり違うらしいし。なんとかしてあげたいのよ、レイン。でも、レインのカウンセリングをした日って、なぜか気分が暗くなる。私が暗くなっても仕方がないんだけど、そんな時に限って、高島教授につまらないことで文句は言われるし。ああ、明日はお休みだし、気分転換に街へ出よう。かなり落ち込んでますね。レインのカウンセリングをした日は、自分も気分が優れなくなるって言いましたね。では続いて37を見ていきたいと思います。最近たけしさんの様子がおかしい。電話をしてもいつも忙しいっていうばかりで相手にしてくれない。仕事で忙しいのはわかるけど、そんなに冷たくしなくてもいいのに。それに私の誕生日までキャンセルするなんてどういうこと？仕事の方が大事なの？なんていうセリフ一番嫌ってたけど、今となっては私もつい言いたくなってしまう。もう私27歳だよ、たけしさん。試験に受かった時は一緒に喜んでくれたのに、最近は研究所でも顔を合わせなくなったせいかな。少し心配。気のせいだといいんだけど。
初詣のおみくじも小吉だったし。なんだかこの先暗いよね。ああ、なんだか最近ついてないな。もう寝よう。考えれば考えるほど不安になるだけだし。うん。たけしさんとうまくいってないって愚痴ってましたね。どうなんでしょうか。ほとんど見ました？見たかな？見たなら上の階に。だっぽいですね。はい、それでは上の階へ行きたいと思います。01、何でしょうこれは。わからない。見れるかな。見れますね。これ 3D って書いてある。なんだろう、なんかのキャラクターっぽいですね。ちょっと久々にムービーがありますね。見ましょうか。すごい速さで本を読んでましたね。ヘリングですね。19。番号若いです。この通りちょっと見ていきます。レインの日記が番号が飛んでおります。ではカウンセリング17を、開いていきたいと思います。お母さん、すみませんでした。あとは大丈夫ですので。レイン、ごめんね。こうでもしなければレインがもう先生と会ってくれそうもなかったから、一言謝りたかったの。ごめんなさい。先生勝手に決めつけちゃってたね。でも、レインに納得してもらって安心してほしかったの。レインがそういうことなんだって自分で納得できたら、もう悪い夢なんて見ないで済むんじゃないかって、そう思って。トウコさん、ごめんなさい。え？レイン、嘘ついてた。本当は、日記、つけてなかったの。あ、いいのよ。だって、先生、レインの自由にしてって言ったじゃない。
瞳子さんはレインのためを思って言ってくれたのに。ありがとう。そう思ってくれるだけで嬉しいわ。それじゃあ、先生のことを許してくれるの？うん。よかった。本当に。レインが帰ってから、先生なんか悲しくなっちゃって、涙が出てきたの。すごく辛くて、嫌われちゃったことが。瞳子さん、泣かないで。ダメね。なんでこんなことで泣いちゃうのかしら。ごめんね、レイン。泣かないで。今のは嬉しくて泣いてるの。ほっとしちゃって。よかった。嬉しくて？嬉し涙なのよ、これは。レインも嬉しいよ。瞳子さんがとっても近くに感じられる。うん、仲直りしましたね。よかった。いい感じに仲直りできてよかったと思います。レインも優しいですね。なんか、なかなか中身を見せないですけど、差が感じられました。では、続けてカウンセリング18を見ていきたいと思います。今日はカウンセリングはやめにしましょう。せっかく来たんだからなんか飲む？先生泣いちゃったから喉乾いちゃった。瞳子さん、私日記つける。今度は本当。無理しなくていいよ。レインは優しい子だね。無理なんかしてないよ。自分のためだもの。それから今度声が聞こえたら、なんて言ってるかちゃんと聞いてみる。それで、瞳子さんになんて聞こえたか教えるね。ありがとう、レイン。それから、瞳子さん、お誕生日おめでとう。え？あ、私の誕生日？これ、お母さんと一緒に作ったの。ほんと？嬉しい。開けていい？うん。クッキー！ああ、よかった。ちょうどお茶菓子切らしてたし、一緒に食べよ。おいしい？うん。紅茶の味がするけど。先生が紅茶が好きだって言ってたから。ありがとう。じゃあ、お茶は別なものにしなくちゃね。紅茶と合わない？合わなくはないけど、せっかくの紅茶の味がわからなくなるのはもったいないから。違う味にすればよかった？違うのよ、全然。そんなことないの。レインがせっかく作ってくれたものだから、ちゃんと味わいたいの。ただそれだけ。本当？本当よ。ありがとう、レイン。先生、痛いよ。うん。だいぶ、話が。見ましたね。いや、レイン本当優しいですね。クッキー作ったとか。レインのね。あ。レインの日記の2が出てますので、見ていきたいと思います。京子ちゃんと買い物に行った。イヤリングとブレスネットを買った。だけどそれをつけて外出するなんてちょっと恥ずかしい。京子ちゃんは似合うからかっこいいけど、私はあんまり似合ってないはず。可愛くなければ何をしてもダメだ。なんとなく損した気分。でもお世辞かもしれないけど、京子ちゃんに似合うって言われてちょっと嬉しかった。いましたね、京子ちゃん。後々、また出てきますね。
レインの日記の3を見ていきたいと思います。今日は図書館に行った。トウコさんがちょっと話していた精神分析とかカウンセリングとかいろいろ難しい言葉を調べようかなと思ったけど、やっぱりよくわからなかった。私って頭悪いのかな？自分でもやっぱり自分が変なことを言っている気がする。京子ちゃんたちに話したらきっと変な顔しちゃうと思う。嫌だ。相談なんてできやしない。レインは賢い子だとは思うのですが、思い込みがちょっと激しいのかなとも思います。続々とレインの日記が出ております。どんどん見ていきたいと思います。トウコさんは心配なんてしなくていいとか言うけど、絶対私はおかしい。あんなの夢なんかじゃない。起きている時だって見えるんだから、私は絶対おかしい。では続けて、5を見ていきたいと思います。悔しくて悲しくて学校に行きたくない。悪口を言われてるなんて。暗いなんて言われたって、私のせい？悔しい。涙が出てきた。急に明るく笑えないよ。京子ちゃんが羨ましい。こんなこと、またうじうじしてたら、みんなにもっと嫌われるんだよね。私は誰も傷つけてないのに。なんで私がこんな目に遭うんだろう。ともくんも笑っていたのかな。出ましたね、ともくん。今後も出てくるはずです。どの確信に。続けて6を見ていきたいと思います。私は私でいいんだよね。短かったですね。カウンセリングがどこまでいったかな。ではカウンセリング19を見ていきたいと思います。こんにちは、レイン。日記、毎日つけてるよ。あんまり書くことない日もあるけど。いいのよ。無理しても続かないわ。先生なんて三日坊主で終わった日記帳が何冊あるかわからないもの。あれから、見てない？大丈夫だよ。さあ、よかったわ。今日ね、レインに確認したいことがあるんだけど。何？レインは目がすごくいいよね。すごく？学校で視力検査ってやるでしょ？視力いくつ？ 1.5。 その下も見えてたでしょう、本当は。でもみんなと同じが良かった。それじゃあ検査にならないわ。前の病院で目の検査もしてたの。それは学校とかでやるのと違って自動的にね、視力がわかるやつなのよ。 3.0 までしか計測できないんだけど、レインが答えたのは 3.0 だったの。ごく稀に極端に視力がいい子はいるし、担当した先生が眼科のお医者さんに相談したけど問題はなさそうって言ってたわ。そうなんだ。レイン、窓の外に何が見える？
銀杏の木と遠くに門。その向こうは？ビル。その向こうは？山。その向こうは？見えない。何も？紫っぽくカーテンみたいな。ありがとう。ごめんね。なんかまた質問攻めにしちゃって。そう。レインには多分私と違う景色が見えてるんだね。ほら、暗くなっちゃダメだよ。気にすることじゃないよ。別にそんなに悪いことじゃ。ごめん。レインにとっては悪いことなんだよね。違ってることが。わからない。でも、多分、みんなと違うんだって気がしてた。聞こえるのも、見えるのもいつも私だけ。気味悪いみたい。嫌われちゃうから。それが原因？かもしれない。専門の先生に見てもらった方がいいのかも。いや、私、東子さんがいい。ここの先生って、みんな怖い。レイン。二人だけの秘密にしよう。秘密？うん。レインが気にしなくなるまで、二人の秘密。いいの？先生はレインのお姉ちゃんなんだから、レインが怖がっているとこになんかレインを渡せないって。トウコさん。レインの視力がどんだけいいんだって感じですね。すごい。羨ましい。では、カウンセリングの記録を見てみましょう。なんとかクライアントの心をつなぎ止めることができた。症状が特に悪化しているわけでもないので、焦らずゆっくりと信頼関係を築いていくことに注力する。視力の問題に関して本人に伝えた。目が良すぎたり耳が良すぎることから、周囲の人間との比較で自分が普通ではなく得意な存在であることに対するコンプレックス混じりの不安が彼女の大きな欠実因子である可能性が高い。同時に単純な知覚過敏というよりも神経症患者に出現する既視感にも似た症状が並行して見られる。詳細は省くが、その時点で知覚されるものに現実感が乏しく、知覚が阻隔されることがあるらしい。時間感覚に関しては、クライアントの言葉を信じるなら、大きな異常は見られない。実際問題、彼女の捉えている景色が本当にそう見えているのかはわからないが、それが身体的異常であろうと、知覚の異常であろうと、自己の過小評価に起因する、彼女の自己の阻隔が治らなくては、根本的な解決にはならない。離人神経症と直ちには言えないが、以前の幻覚に対する曖昧な認識を合わせて考えると、離人症状に近い状態であると思われる。どこから見ていこうかなという感じです。では、大体見たので上の階に登りたいと思います。今度、メインの日記ですね。それでは、カウンセリング20を見ていきたいと思います。おはよう、レイ。おはようございます、トウコさん。あれから何か見えたりした？ううん、見えないよ。本当だよ。何か聞こえた？なんか、ごちゃごちゃ言って聞こえるときはあるけど。
ごちゃごちゃ？一人の人？それとも大勢？大勢。男の人も女の人も。誰か知ってる人っている？多分いないと思う。レインは空から聞こえるって言ったけど、空には何があると思う？空気はあるよね。そうね。他には？雲とか太陽とか星とか。携帯電話やテレビの電波って知ってる？知ってる。無線で送られてくるんだよね。そう。空を飛んでるの。その声が聞こえるの？私。そういうイメージから作り出されたものかもしれない。そういう病気があるの？あるわ。妄想っていうの。神経症とか精神分裂病とかの症状で、簡単に言ったら気にしすぎたりストレスとかでそういう妄想を抱くこともあるわ。ただ、ただ？大抵の場合、自分にある程度関係したことが聞こえるの。例えば、自分の悪口とか。被害妄想？そう。レイは勉強しちゃったんだもんね。いいわ。勉強ついでに教えてあげる。妄想の定義ってね、内容が誤っていたり、その考えの発生根拠が客観的でなかったり。簡単に言うと、間違ったことを自分の中ではそれが正しいって信じ込んでいる状態なの。レインの感じだと、自分がそう感じたかもしれないって言ってるけど、確信してない状態は妄想とは言わないの。専門用語だけど、念慮っていうの。念慮？まあ、その言葉は忘れてくれてもいいわ。さっきも言ったけど、大抵の場合、それは自分に結びついたことなの。あんまり関係ない妄想ってないのよ。妄想じゃない？基本的にそうね。ただ、妄想にもいろいろ種類があって、無理やり当てはめようとすると、何とでも当てはまっちゃうのよ。かなり勉強になりますね。難しい単語が、ワードが結構出てきましたね。では、ゲート03見ていきましょうか。同じですね。ゲートパス。続いてカウンセリング21を見たいと思います。当てはめると何になるの？そうね、影響妄想って言って何かに影響されているって感じる妄想かな。ラジオやテレビや携帯電話に影響を受ける妄想、加えてその影響で皮膚を触られる、撫でられる、電気が走るとか体に感じる幻覚を同時に起こすこともあるの。レインは何かに触られてるって感じたことがあるって言ってたよね。うん。妄想じゃなくてもセネストパチーって病気も実際あるし、そう、それからレインは自分が自分でないような気がするって言ってたわね。それは虚無妄想と言って、自分が空虚で存在しない、世界も存在しないと思う妄想にも当てはまるわ。これは自己を過小評価することから来る妄想ね。自己を過小評価？自分のことをなんてつまらない人間なんだとか、悲観的に考えることよ。さっきの被害妄想も同じ種類の妄想なの。いっぱい病気なんだ、私。まだあるわ。もういいよ。新規妄想って言って、自分に特別な病気があるって信じる妄想。自分が病気だと思っちゃう病気なの。本当は病気じゃないのに。先生はね、
レインの問題の多くはこれじゃないかって思うの。本当は病気じゃない病気？そう。自分に自信がなくて、ちょっとの不安が怖い夢と一緒になって病気って思い込んでる。治るの？そうよ。だって本当は病気じゃないもの。ごめんね、脅かしちゃって。でもね、中途半端な知識で考えると、精神医学はどうにでも取れちゃうのよ。病気にできちゃうの。大抵の人は、本人や周りの人が普通に生活できなくて困ってお医者さんに来るから、病気として治療するの。その時にどうやって治したらいいかを判断するための基準でもあるの。だから、レインのように普通に生活できている人は、病院に行かなかったら病気にはならないの。うん、妄想にもいろいろあるって話してましたね。でもレインはなんか不服そうでしたね。では、レインの日記7を見て、今回は終了にしましょう。今日、保健体育の授業でちょっとエッチな話で恥ずかしかった。京子ちゃんとかニヤニヤして私に話しかけてくるし、男子たちははしゃいでいた。トモくんも男子だからきっと一緒に騒いでいたと思うと、ちょっと嫌な気持ちになった。たとえそうだとしても、今の私には信じられない。いつか自然に理解できるようになる？はい、それでは時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたしまーす。